クライストチャーチにあるアルヌールモスクニュージーランドにおけるイスラームは総人口の約1.3%を占める宗教である。1900年代初頭から1960年代にかけては南アジアや東ヨーロッパから少数のムスリムの移民があり、1970年代にはインド系フィジー人の1990年代にかけては様々な紛争国からのムスリム移民があった。 現在、ニュージーランドにはいくつかのモスクと二つのイスラーム学校がある。また、最大の宗派はスンナ派であるが、シーア派とアフマディーア派も少数ながら見られる。初めて、ニュージーランドの地にムスリムがやってきたのは19世紀に遡る。最初のムスリムは1850年にクライストチャーチに移住したインド人一家である。また、1874年に、 政府は15人の中国人ムスリムがオタゴ地方の近郊山で働いていると報告した。最初にニュージーランドに埋葬されたムスリムは1888年にダニーデンで死んだジャワ人の船乗りであるモハメド・ダンである。人類学者のエリック・コリグはこの時期に東南アジアや南アジアから少数のムスリムがニュージーランドに移住したと推測している。 1920年、ニュージーランドはアジアからの移民を制限する政策を採択した。ムスリム人口は第二次世界大戦の終結まで100人以下ほどで推移し、1945年には67人のムスリムが記録された。1951年、アルバニアやユーゴスラビアからやってきた60人以上のムスリムがニュージーランドのムスリム人口を205人にまで、 増加させた。1961年から1971年にかけて、ムスリム人口は260から779に増加した。大規模なムスリム移民は1970年代のインド系富士ー人の到着に始まり、1990年代にはソマリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アフガニスタン、コソボ、そしてイラクなどのムスリムが多い国々からの難民が、 増加した。また、イランからの移民も多く住んでいる。ニュージーランドにはいくつかのモスクとイスラミックセンター、二つのイスラーム学校がある。二つのイスラーム学校は、オークランドに位置し、オークランドには15のモスクやイスラミックセンターがある。ニュージーランドイスラム連盟が、ニュージーランドのムスリムコミュニティを代表する、全国的な包括組織である。連盟は7つの地方イスラーム組織や、 国内のほとんどのモスク、イスラミックセンターと提携している。連盟は、アルバニア系移民である、モザー・クラスニキによって1979年に、ウェリントンで3つのイスラーム組織を合併して、設立され、クラスニキはその功績を称えられて2002年に、ニュージーランド政府から勲章が授与された。その後に会長になったのは、後に、国会議員を務めたアシュラフ・チャウドダリである。 2008年、連盟は、イスラーム啓発習慣の一環として、ムスリムとより広いコミュニティの間の理解と関係を改善するためのニュージーランド人の貢献を認識するために、ハーモニーアワードを設立した。連盟は、ニュージーランドムスリム協会、南ウォークランドムスリム協会、ワイカトムスリム協会、マナワツムスリム協会、ニュージーランド国際ムスリム協会。 カンタベリムスリム教会、オタゴムスリム教会の7つの地方イスラーム組織を参加に収めており、他にもオタゴ大学のムスリム学生協会やサウスランドムスリム教会なども参加に収めている。カンタベリモスクのムスリムの少年ニュージーランドのムスリム人口は2018年の調査によると57,276人であり、46,149人だった2013年の 調査と比べると24%増加している。ニュージーランドでの最大周派はスンナ派であるが、オークランドなどではシーア派が多く見られ、近年、シーア派は公園でアーシューラーの儀式を行っている。1990年代半ばから、マレーシアやシンガポールからのマレー系留学生が増加しており、大学都市のダニーゲンなどでは、ムスリムの割合が顕著に増加している。イスラームは、 マオリの間で最も急速に増加している宗教である。1991年には99人だった。マオリ人ムスリムは2001年には708人に増加している。2013年の調査ではさらに増加して1083人となり、2018年には1 1 1 6人だった。ニュージーランド領の太平洋の島々に住む人々の間では2001年から2006年にかけて、 ムスリムは15%増加した。2013年には1536人だった。ムスリム人口は2018年には1866人になった。また、当初部のムスリムとしては、ラグビー選手のソニービル、ウィリアムズやオファトゥーンガファシなどがいる。2006年、ニュージーランドの2つの新聞がイスラームの預言者であるムハンマドを描いて問題になった。 デンマークの漫画を掲載する決定をした。ニュージーランドのムスリムコミュニティは、生命やオークランドでの小さな平和的な行進を通じて、不快感を表明したが、新聞の編集者は、ムスリムを攻撃する意図はないが引き下がるつもりもないと、述べた。首相のヘレン・クラークと野党である国民党党首のドンブラッシュは共同声明を発表し、ムスリムを深く不快にさせた漫画は評価されないが、 そのような決定は政治家ではなく編集者が下すべきものであるとした。ムスリムの指導者と新聞の編集者は人種関係局やウェリントンのユダヤ人とキリスト教徒の代表者と共に協議を行い、この協議の結果、編集者は謝罪はしないが誠意をもって問題のある画像の再掲載は控えると述べた。ニュージーランドのムスリム指導者たちは ニュージーランドイスラム連盟を通じて52カ国のイスラーム諸国に対してニュージーランド製品のボイコットはしないように求める所簡を出した。2016年、オークランドのマヌカウにあるモスクのイマームであり、連盟のアドバイザーであるムハンマド・サヒーブは右翼ブロガーのキャメロン・スレーターが YouTube に投稿した一連の演説の中でユダヤ人、キリスト教徒、 女性について攻撃的な発言をしたことで論争を招いた。サヒーブの発言は、連盟の会長や、ニュージーランドイスラム女性会議、人種関係局、エスニックコミュニティ大臣のサム・ロトゥイーがアクト党のデイビッド・シーモア、ニュージーランドファースト党のウィンストン・ピーターズ、ニュージーランドユダヤ人評議会など、ニュージーランド社会の様々な人物やグループから、非難された。 これらを受けてサヒーブは連名のアドバイザーを解任された。彼は後に人種差別の告発を否定し、自分の発言が文脈から外れているとする声明を発表した。2019年3月15日、白人史上主義のオーストラリア人テロリストが金曜、礼拝が行われているクライストチャーチの2つのモスクを襲撃してアルヌールモスクで42人。 リンウッドイスラミックセンターで9人の合計51人を殺害する事件が起きた。テロ事件から1週間後の金曜日、ニュージーランドではムスリムの呼びかけにより全国的に黙祷が捧げられた。2分間の黙祷と礼拝が行われ、ジャシンダー・ダーダーン首相を含むおよそ2万人の人々が参加し、それらはメディアを通じて生中継された。ありがとうございます。